私はもともと絵を学んでたんですけども、キャンバスに油絵の具で描いていたんですけど、そうではなくて、指示体とそこに描かれるイメージの間に必然性のある関係とか密接な関係性がある作品を作りたいなと考えるようになって、そうした時に写真の緩光材で今回の展示作品にも使用しているんですけども、液体状の写真の緩光材を塗布すれば何でも印画紙にできるという魔法のような素材があることを知って、それで自分が絵画でやりたかった指示体とイメージとの関係性っていうものが写真でできるのかなと思ってやり始めました。はじめ、ショームスコープを見たときは、当時の人はそういった形で、こう写真であったりとか絵であったりとかを見ていたっていうことが、初めはあんまり理解できてなかったんですけれども、立体的に見えるような角度を探ってみたりすることで、すごく没入感もあって、行ったことがない人がそこに行ったような気になれるっていうことは、本当に当時の人にとってすごく楽しい娯楽の一つであったんだろうなと改めて思ったこともあって、多くの人が見ていたであろうものをなるべく選択することで、当時の人が共通して見ようとして、例えば月だったりっていうのは見たかったものでもあったと思うし、ただ幾何形態みたいなものは見たくて見ていたものとは異なると思うんですけれども、でもそういうものも含めることで、その文化が見えてきたらいいなと思っています。まず小さなルーペがあるんですけども、そこから見えているのは、写真を発明した一人であるダゲールがジオラマの作家だった時に描いていた風景画と同じ構図のイギリスのホーリー・ロッド寺院の写真を焼き付けているんですけども、きっと当時の人はダゲールの絵に描かれていた風景の写真を虫眼鏡で見ていたのではないかなと考えて定着しています。あとは同じようにタルボットも自然の鉛筆の中で自分のフォトジェニックドローイングを老眼鏡のような倍率の上がるレンズを通して見ることで、より撮影する時には気づいていなかったような細部まで見ることができると語っていたので、説明のあった図版の写真をイギリス製の老眼鏡のモノクルで見ているっていうものにしています。ブリュースター型のステレオスコープは中に幾何形態が定着されてるんですけれども、ステレオスコープの立体視の仕組みについて解説されている幾何形態というものが、シリーズのアルバムなどに初めに入っていて、そういった解説がついているものだったので、おそらく多くの人がその幾何形態の形は見ていたことがあったのではないかなと考えて定着しています。今の 3D だとまた異なる立体感だと思うので、同じ立体視だとしても、そこで生じているこう感覚的な体験というのはかなり異なるものなのかなと思いました。今ここではないところを覗いているような、そこにつながっているような感覚っていうのを抱かせてくれる装置で、ぜひ見ていただけたらと思います。